御山寺は、徳島県小松島下野町にある高野山、新言宗の寺院である、四国八十八箇所霊場第十八番札所、母養山法樹院と交する。本尊は、薬師如来、本尊新言、御ころころ仙りまとうに総和か御栄か、こう埋めるその父母の御山寺法来がたきことはあらじな、農教院、当時本尊、奥の院べ在天、すりげさの十四時伝によれば、 聖武天皇の直眼により、行記が回帰し、当初は大日山夫妻密文寺と号する女人禁制の道場で、花織坂より上は、女性の立ち入りが許されなかった。公認五年、空海が本寺で修行していた際、訪問してきた母のために、二王門のあたりに、ごま弾を築き17日間の手法を行い、女人解禁を成就し、母を迎え入れた。玉は、 本寺で出家、帝発しその神を奉納したことから、玉院午前の帝発書と言われていて空海が、自身の像を刻み、現在の寺名に改めたとされる。天正年間に、長我壁元地下の陛下によって消失したが、江戸時代に入って、徳島藩主八塚市の支援を受けて復興。文政年間に、現在の書道が建立された。赤い橋を渡って、右に山門があり、正面に、 ヒランジュが茂っている。変路道はその左の坂道を登っていくと、大きな修行大師像の立つところに出る。車は左上方へ上がると駐車場に出て、そこから坂道を5分ほど歩いて上がると、大きな修行大師像の前に出る。左手の数段の石段を登ると境内に入り、直進すると右手に、長図場があり、石段をさらに登り詰めたところに本堂が立つ。 長洲場手前まで戻って、本堂を背にして、右手先に、大師堂が、その手前にほぼ行堂がある。農協所は、大師堂と、反対側の客殿の左にある。県指定天然記念物国の史跡阿波ヘ土道音、山寺道阿波ヘ路道、達江自動鉄道、バス道路金磯部在天当地から、東方の島に光を見つけた空海は、そこへ行くと、女神がいて、一よを語り合った。 夜が明けると、女神は、白流となり、海の中に帰った。ベザイテ店の化身と悟った空海はその地に、ベザイテ店を祀ったと言われる。農協及び、見陰の授業は、御山寺にて行っている。詳しくは、金磯イ,イテ店を、三正軍法大師を杖の水、工房大師を杖の水、空海が当地を通過する時のミミズを求めたが、塩辛くて飲めなかった。そこで、 皆の難獣を救おうと真水の水源を杖で探し当てたと言われている。シャカーンオムツキ堂、シャカーンの物足席、空海のおしめを収めたと言われる、オムツキ堂があった霊席である。御山寺を出て、すぐの鶴巻坂を上がって、現場里坂を下った竹林の中にあり、現在は、その道はなく、山門と大主道があり、他に、四国最古と言われる物足席がある。 四国八十八カ所十七井戸寺十八音、山寺十九達江寺。ありがとうございます。